はい、しゅんくん、いいよ。はい、いいですよ。やります。よっ。はい、しゅんくん、トイレシャカシャカしなくていいから。はい、やるよ、やるよ。はい、出ない出ない。このところのですね、ちゃこちゃんの、避妊手術以降にいろんな子が、ちょっとお腹を下したりとかですね、していた最後の、しおんくん、昨日くらいから、まだ少し緩めではあるんですが、形の綺麗なのをするようにはなりました。で、実は気がついたんですが、まあ、原因として寒さなのか、ご飯を食べ過ぎているからなのかぐらいに絞っていたんですけれども、昨日ですね、マンションの外壁工事のために、まあ、作業の方がですね、ベランダの室外機を、ちょっと邪魔なので避けていた。それがちょうどこの外の窓ですねに向かって、ファンがこう直撃する形になっていました。で、それをですね、それだと冷たい空気がですねガラス戸に当たるので、角度を90度曲げて、やってみたところ、昨日の夜から部屋が暖かいんですよね。ということで、昨日のトイレが大丈夫だったことと、今朝になってからの、まあ、トイレも、まあ、同じぐらいですけれども、あ、またする？今度はおしっこかな。ということで、やはり寒さのせいだったかもしれません。ちゃこちゃんがなかなかご飯に戻ってきてくれないので、猫じゃらしを使って誘い込むと、アンズちゃんが反応してしまう。で、アンズちゃんがご飯を食べるのを中断してしまうと、そのご飯をシオンくんが食べてしまうという、ちょっと妙なスパイラルに入っていてですね、それを、させないために、まずチャコちゃんをご飯に誘うっていうところをやっていたんですが、このご飯の食べ過ぎではないとすればですね、ある程度アンズちゃんから食べさせて、アンズちゃんが満足をしたら、次にシオンくんか、チャコちゃんですねという順番を組めるので、今日のようなバタバタ劇はなくなるかと思います。譲渡会まであと6日。シオンくん、ちょっとね、健康なうんちをちゃんとしてくれないと困りますので、よろしくお願いします。頑張ってくださいね。ジャム君がご飯を食べているのでお待ちくださいね。いいな、もん。はい、ちゃんくん、おいで。
ね、ぽんちゃんね。いいよ、ポンちゃんも出ていいんだよ。あ、ポンちゃんじゃないよね、アンズちゃんだったね。あなた、アンズちゃんでしたね。このままだと、でんぐり返しになっちゃいますけど。アンズちゃん、回ってきちゃったよ。アンズちゃん、おいで。いいよ、アンズちゃん。アンズちゃん、だいぶなでなでしたよ。もう全然出られると思うんだけど、本人がなかなか踏み切りません。あ、そう、またね、棚から出したね、植物をまた棚に戻されちゃった。アンズちゃん、アンズちゃん、
を見て出るんだったら出てくれないよ。Thank you.